藤原浅忠広報3年12月2日は、平安時代中期の公家、家人。藤原北家高藤流、右大臣、藤原帝邦の逸尾。官位は、十三位、中納言。土御門中納言。または、堤中納言と号する。小倉百人一首では、中納言浅忠。三十六河川の一人。第五朝にて、左この絵将元、東宮自住を経て、 延長4年十五位下に助赦し、翌延長5年時中に任せられる。延長8年須作天皇の即位に伴い五位倉人となる。須作朝では倉人を務める傍ら、右表へさ、左この絵県少将と部官を歴任し、上平6年十五位上、天行4年生五位下と昇進した。天行6年十四位下に助せられて、少将県倉人を辞し、内蔵頭にせんる。 天行九年には、大見守るに任ぜられて、地方官に転じるが、同年十一月には、村上天皇即位の大上階で、雪法の和歌を読んだろにより、十四以上に、少女されている。天略五年左この絵中将として教官に服し、翌天略六年参議に任ぜられ、苦行に列す。犠牲官の傍らで、エモン、ただし、ケビンシベットなどを検体し、この間に、 天略十年生四位した大和元年づり宮を称されて、十三位と昇進し、大和三年中納言に至る。後方二年十月頃より、中部のために政務に就くことが困難となり、同年十一月には、エモン、ただし、ケビーシベットの刑務を辞任。翌後方三年十二月二日公挙。去年五十八。最終官位は中納言十三位。家人として、 五千和歌集以下の直線和歌集に二十一首が二衆。歌集に浅田田衆がある。小倉百人一首の歌は、天徳代理歌合わせで六番中五章した中の一首で、ある。また、笛や章にも引い出ていた。座るのも苦しいほどの肥満で、痩せるために水飯を食べるように一首に勧められたが、帰って太ったという逸話がある。これは、古今著文集や、宇治衆物語にある。 三条中納言翠判事が出典と思われるが、そこで語られる三条中納言は、藤原朝平のことであり、朝忠が非満体であったというのは、百人一首言う話の作者の勘違いであると思われる。苦行部人による。中期のない者は、尊貴文脈による。娘、藤原淳氏は、左大臣源、正信の性質となり、殺生。 藤原道長の性質となった、源の智子を生んだ。つまり、関白、藤原頼道は、浅忠の彦、五一条、五須作の両天皇は、浅忠の夜叉子にあたることになる。中納言浅忠に関するカテゴリー。ありがとうございます。